鯖江市の新名地区。明治29年陸軍歩兵第36連隊が設置された地域です。中央中学校は当時連隊の体操場があった場所。福井や岐阜から集められたおよそ2000人の兵士たちはこの地で厳しい訓練を受けました。学校の敷地内に当時をしのぶ貴重な桜が残されています。山麓の桜、ソメイヨシノです。昭和46年鯖江市の文化財に指定された時には6本あった桜も枯れたり老朽化したりで今はたったの1本だけになりました。連隊が置かれた当時、桜が満開になる4月15日には軍旗祭が行われ、隊員たちは桜の下で家族との時間を過ごしたといいます。戦争という現実を忘れることができる楽しいひととき。平和のありがたさを今に伝えてくれる尊い桜。中央中学校からすぐのところにある福井鉄道新名駅。当時は平栄駅と呼ばれ、この駅から多くの若者が出征していきました。若き兵士たちを見送ったであろう桜が今も花をつけます。鉄道沿い1キロほど続く桜並木は連隊が置かれた当時に植樹されたと伝えられています。激動の歴史を知る桜、春になると変わりなく花を咲かせる平和の証です。